ケイトン・ジョン・ベインズはイングランドマージーサイド州カークビー出身の元サッカー選手。ポジションは DF。2002年10月、ウィガンアスレティック FC でトップチームデビュー。2004から05シーズンのイップスウィッチタウン戦においては約27メートル付近からシュートを放ちプロ初ゴールをマークした。その後、スティーブ・マクミランからスタメンの座を奪った。 マンチェスターユナイテッド FC、アーセナル FC、エバートン FC を含むプレミアの複数のクラブから注目を集めた。また、同シーズンには U-21 イングランド代表に初選出されている。プレミア昇格1年目の2005から06シーズンはリーグ戦38試合中37試合に出場し一部残留に貢献。2006から07シーズンでは チームキャプテンを務めた。2006年開催の UEFAU-21 欧州選手権では、レギュラーとして全試合に出場した。2007年8月エバートン FC に完全移籍した。移籍1年目の2007から08シーズン、スタメン定着を目指していたが、シーズン序盤に負傷し戦線離脱。ジョリオンレ・レスコットがレギュラーを獲得しベインズは、控え選手としての日々を過ごした。 2008から09シーズンは、プレシーズン期間に負傷したスティーブン・ピーナールの代わりに、左サイドハーフとして開幕スタメン出場を果たしたが、ピーナールが、怪我から復帰すると2007から08、シーズン同様出場機会が減少。しかし、12月22日のチェルシー FC 戦で、ジョセフ予防が負傷し戦列を離れると、左サイドバックとしてプレーする機会を得た。 以降は全試合スタメン出場。3月21日のポーツマス戦では FK を決め、エバートン加入後初ゴールをマークした。2013から14シーズンも左サイドバックの不動の地位を得て、マンチェスターユナイテッド FC が関心を持っていたが、契約を更新した。2018から19シーズンに、リュカディニュが加入すると、ポジションを明け渡し、シーズン6試合の出場に止まる。 同シーズンは契約最終年だったが、6月19日に契約を1年間延長した。2019から20シーズン、7月26日、リーグ最終節のボーンマス戦に70分から途中出場し、これが現役最後のプレーとなった。2020年7月28日、引退を発表した。エバートンでは420試合に出場。 39ゴール52アシストを記録、チームの顔とも言える存在であった。2008から09シーズンの活躍が、イングランド代表、ファビオ・カペロ監督の目に留まり、3月28日の、新前試合スロバキア戦、4月1日の W 杯、欧州予選ウクライナ戦の召集メンバーに、初選出された。初召集からおよそ一年となった二千十年三月三日の、親善試合、 エジプト戦で初出場を記録した。2012年9月7日の 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のモルドバ戦で代表初得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップに臨むメンバー23人に選出された。ありがとうございます。